とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン10が終わりましたね。今日はシーズン10で出てきた良かった装備、これを紹介していきたいと思います。シーズン10はね、結構出ました。武器が結構出た。なのでね、結構良かったんだよね。見せていきます。まずは一つ目、これ。リゾルトテンペストナイフですね。ユニークスキルで、追い打ち1がついてるやつですね。火力が結構あるやつになります。それに黄金スキルで重力です。で、下をね、リフレッシュ、虚無、んで、弱体化か、輝きも入れればどうかなと思いますね。まあ、重力で敵を集めて、攻撃としては、追い打ちと、虚無。で、ダメージを与える。で、リフレッシュと、弱体化輝きで、耐久もそこそこある。っていうことの武器ですね。まあ、できれば、このね、一番右が、攻撃的なやつがついてくれれば、もうちょっと違ったかな。うん、なんか中途半端になりそうな気もするんですけども、まあ、使ってはいけるんじゃないですかね。はい。リゾルトテンペストナイフです。で、闘志の締め具。これがどうなのかがちょっと難しいところだと思います。重力が黄金で入ってます。で、下をスタンとリフレッシュ、クリティカルですね。まあまあ、輝きでもいいかもしれないですけども、輝きを入れちゃうと多分火力がなくなるので、ここはクリティカルなんでしょうね。まあ、いつもは、締め具、衝撃波と旋風でダメージを与えていってたんですけども、そこを、重力で集めて、もろにスタンをさせていくっていう感じ。もしかしたら弱いかもしんない。弱いかもしんないけども、ちょっと使ってみたいなっていうことで、取っておきました。どうだろうね。締め具のスタンっていうのは。ちょっと微妙になるかもしんないですね。で、心を奪うものです。もともと結構いいの持ってたんですけども、これも悪くないと思います。黄金で虚無酸でリフレッシュ重力で、こっちがクリティカルですね。虚無とクリティカルで攻撃力は間違いなくあると思います。で、重力とリフレッシュ使いやすいんじゃないでしょうか。まあ、以前持ってたのは、虚無、リフレッシュ、重力のアンチャンティングだったんですよ。アンチャンティングだったら、エンチャの敵にしかダメージないんだけども、クリティカルだったら、エンチャのやつにも、雑魚敵にもダメージがあるので、まあまあまあ、これは、使いやすい。まあ理想的なやつではないでしょうかね。そして、成長するスタッフ。今回出たな。まあ重力1です。重力は1でも3でも別に変わらないので、いいと思います。重力に、リフレッシュ、虚無、クリティカルですね。で、もともと追い打ちが入ってるので、攻撃性能抜群です。ボスと、一騎打ちでガチで殴り合った時、めちゃくちゃ強かった。ものすげえダメージ与えたんで、強いですね。ただ、雑魚戦となると、ちょっと微妙かな。やっぱりリーチのね、短さっていうのが出るので、雑魚戦ではちょっといまいちかもしれないですけど、ボス戦ではすっごい強かった。なかなか良かったですね。そして、ダイヤモンドの剣です。虚無3ですね。黄金で虚無3。で、こっちを、リフレッシュ、クリティカルかアンチャンティング選べます。で、ダイナモですね。ちょっと重力がないっていうので、どうなのかなと思うんですけども、まあ、ダイナモをね、ぴょんぴょんして溜めながら、戦っていけるので、まあ、ボス戦でも使えるし、雑魚戦でも、まあ、なんとなく使っていけそうな気がするんですけども、どうでしょうかね。ちょっとやってみないと、わからない感じです。そして、これ、ビースティンガー、理想が出ました。残念ながらね、黄金は、輝き2なんですよ。これ3だったら良かったんだけども、まあ2でも20万ぐらい回復するので、マシではないでしょうかね。で、重力。で、虚無。弱体化。ですね。
重力で集めて、虚無と弱体化で、ダメージが入るようになって、向こうからの火種は抑える。で、さらに、輝きで回復もできる。で、それをやりながらパワーシェイカーでダメージを与えていくっていうことで、かなりいいと思う。うん。これは本当にね、理想が出た。できれば、輝きさんが良かったけどもね。まあ理想だったでしょう。そして、トゥルースシーカーも出てます。黄金でリフレッシュさんですね。で、重力、虚無です。で、こっちを選べるんだよね。流れ込む魂。で、補助的にしてもいいし、アンチャンティングを入れて、攻撃面を、特化していってもいいと思います。この突剣が、DPS 測った時に、結構ね、上の方だったのよ。DPS が結構上の方。うん。で、これは、もともと、追い打ちが入ってるやつなので、かなり攻撃性能としては高いと思うんで、使えるんじゃないかな。あとは、もう攻撃範囲だよね。まあ、重力入れてれば、結構使えるようにはなると思うんですけども、どうでしょうか。そして、怒りも出てます。これはなかなか良かった。ダイナモ、凶暴化、リフレッシュ。で、黄金で爆発2ですね。これ爆発3だったら強かった。HP の 60% を与えるので良かったんだけども、爆発2、HP の 40% ですね。でもまあ、考え方によっては2でも良かったのかなと思いますね。爆発でダメージを与えて、まあ3だったら一発で倒すところを若干残して、普通の攻撃で倒してリフレッシュを発動できる。ということで、うん、まあまあ考え方としては、どうだろうね。できれば3が良かったんだけども。はい。まあまあ、すごい使いやすいですよ。常に凶暴化できてる感じで、ダイナモとリフレッシュがついてるっていうことで、いい感じですね。そして、これは紹介しましたね。スイフトストライカーです。リフレッシュさん。そして重力、クリティカル爆発ですね。爆発がちょっとね、リフレッシュの妨げになるので、使いにくくはあったんですけども、まあまあ、全然、使っていける感じではありました。はい。武器はね、今回9個出てます。うん。1回のシーズンで、9個出たっていうのはなかなか珍しいんじゃないですかね。うん。で、弓です。弓は一つも出ませんでした。ゼロです。クールダウン編成は出たのよ。クールダウン編成は結構出たんだけども、ただのクールダウン編成だったら別に使わないもんね。使わない。クールダウン編成プラス、バーストボーストリングとか、あと、虚無とかね、弱体化。そういうのが入ってないと、ちょっといらないかなということで、弓は、全部売ってます。一個もありませんでしたね。で、防具です。防具は、一つでした。一つ、スパイダーアーマーですね。スパイダーアーマーの、ポーションバリア、そしてクールダウンです。で、まあ、やりたいならば、無防。だね。いけるかな、無防のスパイダー。できれば、35% 軽減がついてるやつ。に無防は入れたいんですけども、まあ、6% 吸収プラス攻撃速度の 25%。これに、先ほど紹介した怒りだね。常に凶暴化が入るっていう。あれでガシガシやれば、いけなくもないんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。使ったことはまだありませんね。今度使ってみます。はい。ということで、今日はね、シーズン10で出た装備紹介しました。シーズン10はなかなか出まして、防具が1つ、そして武器が9個出てます。合計10個ですね。なかなか良かったんじゃないですか。最後の3日間ぐらい、ラスト3日ぐらいでブワーッと武器が出てくれたので、すごく良かったです。まあ、シーズン11も、まあ、こんな感じで、出てきてくれることを祈ります。皆さんもいいの出してくださいね。ということで、またやってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。